ジョセフ・ジェームス・ケリーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジ出身の、プロ野球選手、右投げ右打ち。1891年に、ボストン・ビー・イーターズに入団。デビュー当初は打率、240前後と目立つ選手ではなく、ボストンでは12試合に出場しただけだった。翌年は、マイナーのオマハ球団を経て、パイレーツに所属、同年さらに、ボルチモア・オリオールズに、 トレードされた。1893年、当主、本塁間の距離が長くなる、ルール改定をきっかけにして、ケリーの打撃成績は急上昇する。同年153本のヒットと120得点を挙げ、初めて打率3割を超えると、翌1894年には199安打、打率393の成績を残した。死球の数も100を超えており、 この年の出塁率は500人に達する。出塁率の上がったケリーは、総塁面でも活躍するようになり、1894年から4年、続けて40投塁以上を記録するようになった。1896年には、リーグ最多の87投塁を記録し、投塁王にもなった。1899年に、オリオールズの球団消滅に伴い、ブルックリンへ移籍。 投塁数は減ってきていたが打率は依然として3割を保っていた。1902年からはレッツの監督を兼任しながらプレーを続け、1908年ボストンでのプレーを最後に選手を引退する。監督としては前年の1907年にインターナショナルリーグのトロント球団の監督を務めチームを優勝に導く。トロント球団の監督は九百十四年まで務め、 この間二度のリーグ制覇を達成している。1943年にボルチモアで死去。1971年にベテランズ委員会によりアメリカ野球伝道入り選手に選出された。ありがとうございます。